から外交防衛委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに石垣範子君及び大塚光平君が委員を辞任されその補欠として福山哲郎君及び上田清志君が選任されましたこの際岸防衛大臣から発言を求められておりますのでこれを許します岸防衛大臣 今国会に提出いたしました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。国会提出資料に含まれる参照条文において、本来、カナダ軍隊と記載すべき部分のうち1箇所を英国軍隊と記載する誤りがありました。原因については、資料作成手順の不徹底と、作成資料の確認不足によるものとの報告を受けております。 このような誤りは、法案のご審議をお願いする立場として、あってはならないことであり、誠に遺憾です。防衛省として今後、このような誤りを起こさないよう、再発防止を徹底してまいります政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。外交防衛等にに関する調査のののため本日の委員会会理事会協議のとおり 内閣官房内閣審議官中島光一郎君ほか12名を政府参考人として出席を求めその説明を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認め採用決定いたします外交防衛等に関する調査を議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います小西博君